クルガン沿いのチュマクたち、タラスシェフチェンコ、1846年チュマクは、近代のウクライナ領内で活動していた商人である。特に塩の貿易をしていたことで有名である。チュマクは、ガリツヤ地方から国海、アゾフ海沿岸に至る地域にかけて塩や、その他の商品の交易を促進した、商人階級として発展した。19世紀の終わりに、 鉄道の不設により商売が儲からなくなるまで、チュマクは繁栄した。チュマクの最盛期は、平地ン国家の時代、ロシアツアリ国、ポーランドリトアニア共和国、クリミア半国、モルドバとの交易をやっていた頃であった。しかし近代化の進行により、伝統的な商業は軽視され、チュマクの交易もウクライナ西部に追いやられ、サービス業の最下層として位置づけられるようになった。 彼らの生活様式は、ウクライナの民族、言語、文化全般にわたって大きな足跡として残った。ウクライナ語で、アマノ川のことは、チュマチクイシュリャーフと呼ばれている。チャメッキー、オンザブレイク、イヴァン・アイバゾフスキーチュマクの交易は、ウクライナの民族や伝説に大きな影響を与えた。チュマクの交易を描いた作品として、 タラスシェフチェンコやイヴァン・アイバゾフスキーの芸術作品、セルフィー・イヴァ・スイリキー・ウシクイの作品である、チュマクの道、映画、モスケル・ザ・ウィザード、タラスペトレンコの歌曲、ウクライナ等が挙げられる。A、B、J、ありがとうございます。